はい。それでは今回もやっていきましょう。今回は流体 CG 入門として、クランクニコルソン法というものをやっていきたいと思います。えー、クランクニコルソン法はそもそもまず何かっていうと、離散化の手法になります。溶、え、解、ー、法、陰解法っていうのがまあ離散化として存在していて、それに加えてクランクニコルソン法というものも存在する。まあそういった、えーまあ 並べると、妖解法、認解法、クランク・ニコルソンの方と、その3つが並列されるようなものにあたります。で、まあ、そのクランク・ニコルソン法について今回扱っていきたいと思います。えー、まず大前提ですけど、妖解法と因解法をちょっと振り返りましょう。えー、今回、拡散方程式を解く場合を考えていきます。えー、時間に対しては1回微分で、えー、空間に対しては2回微分。まあ、こういったのが拡散方,方程式ですね。 でまあ、今回この年生の項とかも話として、えーまあ、ざっくりとどうやって理算化していくかっていうところだけ見ていただくといいかなと思います。ちょっと変数変わってますけど、まあ、そのあたりあんまり気にしないでください。えー、重要なのは、えー、この時間と空間ですね。えー、今回時間が n、えー、空間が j で表しています。で、溶解法を見ていただくと、まあ、どんな式かっていうと、えー、時間に関しては n プラス1と n ですね。 で、空間は J ですね。つまり J が今のセルとすると、今のセルの N プラス1と N を時間微分として解いているというわけですね。これなんでこうなってるかというと、N プラス1が知りたいからですね。今のセルの次の時間の解析結果が知りたいですよね。なので、まあ、こんな感じで N プラス1、つまり全身差,差分って言われるんですけど、この全身差分を時間に対しては行っていくと。 で空間に対しては、えー、一方で、えーまあ、今もう基地の値の、まあ、現在の、えー、それぞれの、えー、隣の値と今の真ん中の値で隣の値っていうのを取ってくるとこれがいわゆる中央差分というやつですね、まあえー、全て基地の値なので、まあ、どこ取ってきても、えー、何個点取ってもいいんですけど、えーまあ、基本的にはこんな感じで3つの点を取って差分を取ってくるというわけですね で、これを n プラス1、最終的に求めたいので、これどんな感じの式にするかっていうと、こう右辺に全部ギューッと固めるという感じですね。これちょっとまあ、えー、いわゆるその h とか k とかっていうのをこんな感じで r とかにしてますけど、まあその部分細かいのはまあとりあえず置いといて、n プラス1を求めるために n だけで計算できますよと。まあそれが、え要介法になります。 えー、要は一番重要なのは n プラス1要は次の時間の、えー、項,項っていうのが1つしかないのでそれを左辺に1つだけまとめて、えー、右辺を計算するだけでできますよねとそれを代入するだけで計算できますというのが要解法になりますなのでたった1回の計算で、えー、次の時間の値が求めれるというわけですねただ一方で要解法の問題点としては、えー、今の時間の値で次の時間を求めるって本当にこれって正しい値なのと こいつを求めるためには、その n プラス1の値で計算しないと、正しい値って取れないよねっていう考え方が委員会法になります。委員会法は、こっち n プラス1で n で、まあ、ここが一緒ですね。で、こっちの、え、区間の差分の方が違っていて、全部 n プラス1になってますね。要は、え、次の、え、時間の、え、ま、今の、今いるセルの値、 を求めたいのであればもちろん次の時間の値から計算するのが一番いいよねっていうのが、まあ、この委員会法で求めていく手順になりますただこれの問題点としては、えー、この左辺がもうぐちゃぐちゃになってくると n プラス1の項がもうとにかくたくさんあるので、まあ、これがすごい大変ということで、えー、もちろんこれ1回の計算じゃできません,れん、えー、全部連立方程式で 解かなないいないいいとけのでで、えー、すごくく大変になってくる。でまあ、収束計算ももちろん必須ですよと。一回当てはめるだけでは変数が多すぎて解けませんということで、委員会法ちょっと面倒くさい手順がありますよと。ただ一方で n プラス1の値をちゃんと使って解いているので、 え精度も高いですし、えー、ただ足跡安定性も高いですね妖怪法だとまあ計算が不安定になって壊れちゃうってことは結構あるんですけど、えー、陰換法だとかなり安定して解けるっていう特徴がありますで次に説明するのはクランク・ニコルソン法ですねクランク・ニコルソン法もえまあ陰換法と妖怪法のハイブリッドと考えてもらえばいいかなと思います 両方取り入れることで、えー、安定性収束性が良くなるという特徴が一つでそして正確にもなるっていうのが特徴がありますでクランク・ニコール損法の式っていうのはこんな感じで、まあ、さっきのこれは一緒ですねでこれ2ってなってるんですけどこれ何やってるかっていうとこっちの時間の方を、えー、中心差分として考えたのを半分にしてるんですね これ n プラス1と n マイナス1で考えると、えーまあ、1つ、えー、差分が取れると思うんですけどそれに対してその、えー、半分ということで2にしてると、まあ、こんな感じの式なんだなということだけ覚えていただければいいですんで、まあ、ざっくりとした形として、まあ、こ,のここが、えー、いわゆるさっきの委員、えー、法のこ,、えー、ここですね委員会法のこれで、えー、次の、えー ここの部分ですね。クランクス・ニコルソン法の2つ目の項っていうのが、妖怪法のこの部分ですね。ということで、まあ、委員会法と妖怪法が両方入ってると。とにかく計算が多くなってるっていうような問題はあるんですけど、一方で、それのおかげで安定性、収束性が良くて、正確性もいいという、まあ、そういった部分が両立しているというのが、クランク・ニコルソン法の特徴になります。 最終的にもやっぱり N プラス1の項たくさんあるし、N の項もたくさんあるというところで、まあ、項が多いという、まあ、計算が煩雑になるっていう問題はもちろんあります。もう見た目としてもかなり煩雑ですよね。ただ一方で、まあ、こういった収束とかもいいっていうところ、でまあ、要解法は収束、妖、ま、怪、あ、法,要解法収束悪いという問題もありますし、妖解法だと精度にちょっと難があるとか。 まあそういった部分があるんですけど、それをまあ両方解決する方法として、まあ、クランクにニコルソン法ですよと、まあ、収束はいいですし、まあ、正確性に関してはこの時間が4時で空間が2時っていうのはかなりいい方かなと思います。まあ、ここ結構重要かなと。だからクランクニコルソンを使いたいというときは、もうとにかく正確に計算したいっていう、そういった動機で、まあ、もう計算機パワーをワンガンガン使っておきたいっていうようなイメージですね。そういったニーズに応えるような手法です。 でただ、まあ、えー、計算が煩雑な分、時間ステップが多いとちょっと、えー、しんどい部分があるので、そういった場合は、委員会法を使うようにしてくださいね、と。まあ、あと、まあ、純粋に計算を早くしたいって場合は、要解法を使う場合もありますけど、まあ、要解法とクランク・ニコルソン法を比べるというよりは、委員会法とクランク・ニコルソン法を比べるというような方が、まあ、ニュアンス的には、かなり同じ立ち位置にいるのかなと思います。なので、使い分けとしては、まあ、こういった時間ステップ数の多さで判断するというのがいいかなと思います。 まあ少なければ、クランクニコルソン法を使っていただくと精度がいいので、しかも安定して解けるっていうところで、えー、ぜひぜひ、えー、この手法の導入がま、まずはかん検討すべきところかなと思います。はい、ということで今回クランクニコルソン法にお話ししました。何用としてはそんなに難しくなくて、妖解法と因解法を両方兼ね備えた、要はもう、えー、ガチガチに 固め込んだキメラみたいな、えー、解析方法ですね。で、まあ、特徴として安定してるし、えー、精度もいいしっていうようなところがあるので、まあ、まずは、えー、グランクニコロス方法は中身も難しくないので使っていただければいいかなと思います。それでは今回はこれで終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。